よくあのトラップを抜けられましたね。でも少し遅かったようです。私がこの部屋に入った時点ですでにエデンは召喚されました。この島のマスターキーである私がこの部屋を出ない限り召喚は解除されません。あとはエデンが命令受領可能コードまで降下してくるのを待って本島の初期化処理申請をするだけです。申請が受理されればエデン駐在の職員1万人がものの5分もしないうちに全ての作業を完了するでしょう。あなたに邪魔されると私のキャリアに傷がつきます。幸いあなたはメモリーを失われていらっしゃることですし、申し訳ありませんがこの島における私の面積特権を行使させていただきますよ。面積特権の行使、つまりあなたを排除するってことですよ。行きますよ。これはどうよ。これはどうよ。行きますよ。やりますね。行きますよ。らいなさい。行きますよ。まだまだ。どうです。らいなさい。どうです。いい加減になさい。うらいなさい。行きますよ。おやおや、しくじってしまいましたよ。何？もうあと一息でしたね。でもがっかりしないでください。エデンが降りてくるまでもう少し時間がかかりそうです。それまでに私を倒せればエデンを止めることができますよ。もっとも私を倒すことができればですけどね。あ、行きますよ。
ぞ。おお。姿勢感モデルの私ではやはりあなたを倒すのは無理でしたね。でもなんとか間に合ったようです。ようやくエデンが来てくれました。三島姿勢館六万十の権利行使資格8677に基づき、本島システムの全初期化と本島姿勢館のメモリーバックアップを申請。やめろ、やめるんだ。打ちたければ打ちなさい。私のメモリーはすでにエデンによってバックアップされました。今度、目を覚ます時が楽しみですよ。エデンにより確認。姿勢館六万十の絵、申請を受理した。バックアップはすでに完了。カトロックストの初期化命令は、ひとまる丸秒後より開始する。一体どうしたらいいんだ。割り込み命令、一等粛清官ロックマントリッカーの命令を最優先。本島姿勢官ジュノはイレギュラー化の権利あり、ロックマントリッカーは権利行使資格103に基づき本島姿勢官をすでに処理。ロックマントリッカーの名においてカトルオックス島の初期化命令無期限凍結と姿勢官ジュノのバックアップデータ消去を申請する。なお後任の司令官はトリッカーがしばらく兼務、後ほどマザーの判断を仰ぐものとす。了解。一等粛清官の命令を最優先。追加申請がなければエレンはこれより待機コードに復帰する。なお一等粛清官の申請内容に関するログは機密保持のために消去する。マザーへの報告は機械により直接報告されたし。出た。心配しなくていいよ、ロック。これでしばらくこの島は平和なはず。君は僕のことを知ってるの？僕はロックの外部記憶装置、マザー2にメモリーをスキャンされないように君が作ったんだよ。今はまだ何も言えない。でももうすぐ話せると思う。君が何者なのか、なぜ記憶を失ったのか、君が何をしようとしていたのか。ロックや、ロック、ダメだなこの無線は。肝心な時はいつもこれじゃん。ロック、大丈夫？うん、大丈夫だよ。おじいちゃんとずっと無線いじってたんだけど全然治んなくて。ロック、こっちはすごいものを見たぞい。長生きはするもんじゃの。もうおじいちゃん、さっきから興奮しっぱなしなんだから。ん？どうしたのロック？ううん、なんでもない。ごめんね、いつも心配させて。ほんとよ、いつもすごく心配してるんだから。でも不安になったことは一度もないよ。私ロックのこと信じてるもん。ありがとう。じゃあ戻るよ。
こう、出た。ウキー。さあ、行こうぜ、ロック。よし。飛ばせるよ。ご苦労様、ロールちゃん。本当にもう行ってしまわれるんですの？町を救っていただいて、まだ十分なお礼もしていませんのに。ゆっくりしたいのは山々なんじゃが、わしらにはまだ探さにゃならんものがあるからの。ええ、お礼なんて、この子を修理できるディフレクターが手に入っただけで十分です。それではせめて島のみんなに会って行ってもらえませんか？どうじゃの、やっぱりみんなに挨拶くらいはしとかんとな。よし、ロック、わしらを代表して行ってくれんか？ええ、みんな喜ぶと思いますわ。ロック、行ってらっしゃい。ジャンク屋のおばさんによろしくね。わかりました。じゃ、行ってきます。本当にありがとうございました。皆さん、お体に気をつけて。じゃあ、お元気で。さよなら。またな、アメリア。ウキウキキー。さようなら。結局、大いなる遺産やロールちゃんのお父さんお母さんの手がかり見つからなかったね。仕方ないよ。今回この島に寄ったのは事故のせいだったんだもの。でもよかったじゃない、人助けができて。うん。ねえ、ロック、地下で何かあったの？え？うん、ちょっと。でも心配しないで。何があったかわからないけど私、どんなことがあってもロックの味方だから。ロールちゃん。ロック、ロール、外を見てみ、島の方じゃ。ロック、うん。どう、ロック？あ、ロールちゃん、ちょい左。え、うん。島のみんな、みんな見送りに来てくれたんだ。小さな英雄たちが新たな冒険に旅立とうとしています。彼らの旅の無事を願って、彼らを見送ろうではありませんか。おーい、みんな、いい人たちだったね。またあんな人たちに出会ったらいいねうん。さあ、次の冒険に出発よ。Thank you.
あなたの目を見るだけでわかる。声にならないその胸の痛みを私の中で癒してあげたい。のんきに飛びやがって。おいドロン、もっとスピードは出ねえのか。
仕方ありませんわ。あの子に壊されたメカの部品を寄せ集めてこの子たちに作らせたんですもの。褒めて褒めて。ま、次の島に着くまでの我慢だな。こいつさえ売れば今までの損失なんか目じゃねえ。一生遊んで暮らせるぜ。偶然迷い込んだ部屋にあんなでっかいリフレクターがあるとはな。やっぱり最後に笑うのは俺たちだったな。無事に次の島にたどり着けたらだけどね。まあお兄様らしくっていっか。Five.